山降りてまた登ってきた感じだよね。ここは入れるよ。おー。おー、すげえ これはいいね。うわー。さあ、見下ろした田舎って感じだな。はい、どうも皆さん、こんにちは。チャオリンゴと言います。今日ですね、PC ゲームなんですが、まだ発売はされていない体験版みたいな作品ですね。まあ、ちょっとね、この美しい風景を眺めていくゲームなので、早速ね、ちょっとゲームを始めてみたんですが、ちょっと歩きながら説明しましょう。今日もよろしくお願いします。このゲームはですね、いろんな世界各地のランドマークを歩いていくっていうね、今度ゲームが来年ぐらいに発売予定なんですが、その中の一つとして、山形県の山寺地方っていうですね、山の奥にある、こういったね、とても自然豊かな場所があるんですが、そこをね、再現したシミュレートのね、ステージみたいのがあるんですけど、そこの体験版が、2月の10日から24日までだったかな。少しの間遊べるということで、不利なんですけど、ちょっとね、ダウンロードしてみました。これからね、いろんなステージ含んだものとかも出てくるらしいんですけれども、まあ、とりあえずこの面、すごく面白そうだなと思ったので、まあ、日本ということもあるのでね、馴染みやすいし、ちょっと行ってみたいと思います。BGM はこうやって流したりもできますが、無音もいいですね。で、ちょっと僕の PC もですね、低スペックなりに設定とかして頑張ってはいるんですが、ちょっとね、もっといい PC 使ってる人とかは、なだらかに見えたりするとは思うんですけど、まあ、それでも全然美しいですね。さっきね、ちょっと一応テストで起動してみたんだけど、PC のファンがキャンキャン回っていて 大丈夫かなとか思ってるんですが、一応こうやって走れたりもします。まあ、体感していきましょうか。ですね、作ってる人当然海外の人なんですけれども、なんか本当にすごいですね。これどうやって 写真とか撮って元にしたりしてるのかな。よいしょ。クオリティとかもね、かなり設定はできるんですけど、かなり下げてはいます。まあ今撮影ソフトも一緒に動かしてるんで、落ちるのもあれだなと思っちゃって。はい。歩いていきますか。綺麗ね。うん。よいしょ。こうやって、まあ、山奥というかね、スポットがあって、いいですね。あ、何これ？写真かな？すごいね。これ何？なんかあれは、まあ、実際ね、今、操作はしてるんだけど、まあ、こうやってメニューはあるか。ごめんごめん。下手にやると、ゲーム終わっちゃうから。まあ、いや、ちょっと、道なりに歩いていきますか。山道ですね。ちなみに、ここら辺って落ちれたりする？あ、しないか。危険なことはできないですね。まあ、この前もね、ちょっと、夏のね、その田舎町に行くっていうシミュレーターをやったりして遊んでましたけど、これはまた現実世界ということで結構趣が違いますが、わ、すごいリアルだな、ここら辺の山道。まあ、この風景楽しむというコンセプトがあるので、敵に襲われたりはしなくて、まあ、ありがたいところなんですけど。いや、でも怖いね、これね。一歩踏み間違えたら、割とダメージ受けるよな。よいしょ。うん。あ、すごい。わ、この感覚はすごいな。まあ、風景がどうというよりは、このオブジェクトの再現率の凄さですよね。お参りとかできないの悲しい。まあ、こうやってね、今、昨今、なかなか旅行とかもできないんですけど、こういったバーチャルお参りとかさ、そういう時代が来てもおかしくねえかなと思うんですけどね。そんなこと言いながら、ちょっと僕最近、北海道民なんで、北海道神宮行ってきたんですけど、なんとなくお参りしてきた。結構ね、僕昔パワースポットとかさ、そういう言葉、ちょっと半笑いで聞いてたんですけど、やっぱりなんか神社とかね、そういったちゃんとしたところ行くと、確かになんか力を感じることはあるんですよね。なんか、まあパワースポットっていう言葉もわからんくもないなと正直思うぐらいには、そういう神聖な場所っていうのはあるよなと思います。まあまさにこういう場所もね、そういうところの一つだと思うんですけど、
こういったね、なんか木がたくさんあると、晴れているんだけど涼しいんだよね、やっぱね。そういうところもいいですよね、やっぱね。さて、山から結構降りてきましたが、マップ広いよなぁ。天気いいね。いいわ。おお。やはりね、写真とかでもさ、例えば、奈良の大仏とかね、修学旅行とかの定番ですけど、ああいうのって見れるけど、実際に行った時のスケールのデカさっていうのはさ、なんか驚くものがあるから、こういうね、大きさを体感できる感じっていうのは、まあこれもゲームといえばゲームなんですけど、やっぱいいよな。お、茶屋だ。すげえ。おー。いいですね。わ、めっちゃうまそうなお茶と団子が食べたいものですね。まあ、さっきのその大きさというかスケールの話なんですけど、僕昔美術品とかでも同じこと思ったんだよな。普通に、そうですね。写真とかで見た時の絵画とかって、まあ美しいけどそんなんでもないなとか思うんだけど、実物とかをね、なんか展示会とかで見ると、まずでかかったりするからね、やっぱり近くで見るとパワーあるなと思います。お、すげえ。まあ、五重塔ではないんだろうけど。作りは似てるな。入ったりはできないです。おー、すごいね。この錆びた感じとかも。で、製品のね、これから発売、お、あれ？あれ？どうした？今僕外行こうとしたら戻された？おー、怖っ。ありのまま今起こったことを話すぜって感じなんですけれども、まあ、ゲーム的な戻りかな。まあ、多分ザ・ワールドってこういう感じでポルナルフを戻してたと思うんですが、まあ、ゲームのね、果てとして今はいけません。また山登ってみますか。まあ、ゲームだから知らないけど人がいないがちょっと怖いですね。こういった獣道も入れるの？入れるんだ。すごいね。ふぅ。製品版はね、10個ぐらいこういったスポットにたくさん遊びに行けるらしいので、期待ですね。確かね、もう一つ日本のマップとかもあったらしいというか、あるみたいでして。よいしょ。すごくごめんなさいね。ちょっと今、ゲームしてて、いろんなウェブページとか開くと重くなっちゃうんであれなんですけど、すごい鳥居が連なって並んでいるようなね、そういった場所とかね、いろいろ収録してるっていう予定らしいので、気になる人は要チェックですね。道なりに進むか。竹だね。なんかもう引っ越しちゃったんですけど、前住んでた場所の近くにね、竹林があったんですよね。住宅街の一角なんですけど。それがね、やっぱすごい雰囲気があってね、竹っていうのはちょっとかっこいいなと思いました。もう成長率の速さとか含めれて なかなかやばい植物だと僕も思うんですけども。よいしょ。おお、すげえ。わあ、竹ガード、くそ。 こういうゲームで進行方向を作るのって難しいよな。これ今動画撮りながら一応やってんだけど大丈夫かな。なんか動画にしたらカタカタとかになってないかな。一応フレームレートとかちょっと合わせるようにとかしてるんですけど、ちょっとね、ちらつきとかあるかもしれませんが、自身の PC のクオリティに本当に左右されるゲームではあるので、ハイスペックの PC 持ってる人はガンガン上げてやってみてください。僕もそろそろちょっと PC のスペック1段階上げたいなぁとは思うんですけど、今の PC でもそこまで辛くはないから、なんか迷っちゃうんだよな。お、いいね、鳥の鳴き声がする。山降りてまた登ってきた感じだよね。ここは入れるよ。おー。おー、すげえ。 これはいいね。うわー。ザ、見下ろした田舎って感じだな。すごいすごいすごい。きれい。
やばいね。動画ソフトだからここ取り出して旅行行ってきたってインスタグラムにあげよう。これ何？ちょっと待って、ちょっと待って、表示が出たら、ちょっと待って、あ、カメラじゃん。お、カメラだ。あ、撮った撮った、すげえ。おー、いや、いい。おー、あ、これで明るさとかフォーカスとか調整できるのか。おー、ちょっと待ってやっちゃった。ちょっといろいろ今ね、操作を迷ってるんですよね。何がノーで何がイエスか分かんない。お、これでいけるっぽいっすね。お、すごいすごいすごい。へぇ、なるほどね。すげぇ。カメラ詳しくないからあれだけど、きっとカメラ好きの人、おおって思ってんのかな。フィルター、へぇ。いいですね。カメラモードのガチじゃん。はい、撮りまーす。あ、やべ、しゃがんじゃった。あ、戻っちゃった。へぇ。撮った撮った。撮ったのか。まあいいや。ちょっと待って、写真の一覧みたいなのが確か。え？あれ？ない。まあいいや。というわけでカメラとかもあります。まあ基本英語なので、もうインスピレーションでやるしかないんですけれども。ああいうガチカメラはいいね。10分ぐらい歩いて回ってきたんですが、まあ少し、まだまだ行ってみましょうか。あ、というかここがさ、スタートだったよね。と考えると僕、あれか、カメラを取り忘れてずっと延々と待っちゃったのか。なんかそういうことを、僕 RPG とかでもあるんだよな。最初版のその取るべきアイテムとかを取らないで、後から戻ってきた時に拾っちゃうっていうことが、なんかあった気がします。マップはまあ、うまーくくるんと回れるようになっていると考えれば、行くところは行ったのかな。少し、忘れ物ないか見てこよう。まあ、これは体験場なのでね。待てよ。こっち来てさ、さっき、ああ、でもあっち行ってまた下にくぐったから、ここはいいのか。いや、ちょっと待て。何これ。いいね。竹だ。壁のコンクリートの再現すごいな。いいですね。こっち行ったっけ？しか下降りてみよう今度。観光気分でこういうゲームできるのはいいですね。ここの建物同じモデリングのやつは前あったな。わあ、太陽の光は眩しいね。光の表現すごいな。ここはまあさっきのところか。ということだいたい回ったかなと思うんですけれども。よし。まあ、やっぱこれだね。ここは綺麗だった。多分ね、一番最初にここを見ることになると思うんですけど、僕はカメラをスルーしたので。くるくる回っちまいましたね。さて、こんなもんかな。まあ、プレイの仕方によってはね、まだ行ける場所あるかもしれないんですけれども、大体は一周ぐるっと回ったのかなと思います。まあ、これは本当にシンプルではあるんですけど、このシンプルさの中が、そう、力強く作られているので、あ、ここ行ったね。そうですね、旅行気分で楽しめるゲームになるかなと思いますね。10ステージとかあれば、
世界各国行けるみたいなんで、もう十分ですよね。よし、それじゃあ、ちょっとやっぱりまた風景いいところ、一旦戻ってみたいな。というわけで、このゲーム、鋭意制作中らしいんですけれども、もうスチームページもできてたりして、2020、来年かな？22年。発売予定っぽいので、気になる人はチェックしてみるといいと思います。正式名称はね、確かゲーム起動した時とかに出てきたりするんですけれども、眩しいですね。まあやっぱこういったね、まあよいしょ、本当に風景を楽しむっていうようなシンプルな目的のゲームとかが、まあいっぱい出てくるっていうのもインディーゲームとかの時代のいい流れなのかななんて思うんですけれども、まあこれ本当に普通のクオリティとしても考えても高いからね、すごいゲームだなと思います。それではちょっとね、ベストスポットかなと思うんですが、この風景を見ながら今日はお別れといたしましょう。24日までなんで、9月のね、まだ体験版とか遊べるんで、もし気になる人は、普通に僕、コントローラーぶっ刺して、ゲームパッドでやったりするんですが、そういったプレイもできますので、まあ普段 PC ゲームやらない人とかもちょっとチェックしてみてください。Steam ページに体験版ないんですけど、ちょっとね、作った人のサイトとか行くのが多分一番わかりやすいと思います。じゃあそのあたりは気になる人はチェックしてみるといいと思うんですが、今日はこの美しい風景とともにお別れです。じゃあまたいろんなゲームやっていくんでよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。さよなら。